はい、渋滞が激しいのでもう一本撮りたいと思います。はい、テーマはですね、東京志向ですね。東京志向、まあ今東京入って目の前六本木ヒルズとか見えるんですけど、もうね、もう僕思うんですけど、めっちゃ東京やだわ。もうね、この今時間が5時半ぐらいなんですけど、半端なく人多いですね。車がそう、まあ毎回この首都高って、このまあちょうどね、会社が終わり際の時間帯ですから、5時半とか相当やばいですね、いつも。まあ毎回混むんですよ、この時間帯って。まあまあまあ、それは置いときまして、まあ東京志向を話したいと思います。この前ですね、僕あの、まあ鹿児島のマッサージ店に行ったんですけど、マッサージ店でそのまあいろいろその女性のスタッフの方とお話ししてたんですけど、やっぱその地方から、やっぱ僕が東京から鹿児島にこっち来たんですよって言ったら、あ、それは珍しいですねみたいな、ほとんどの人はこっちから東京みんな行っちゃうんですけどねみたいな、あーそうですよねみたいな話をしてたんですけど、まあその東、その眠らない街東京みたいなね、その東京に行けばなんかあるんじゃないかと。まあ確かにいっぱいあります、確かにいっぱいある東京は。僕はもう東京で10年、まあ最初渋谷、恵比寿、渋谷、まあ東京の八丁堀っていう形でまあ働いてて、10年ぐらい東京で働きましたけど、まあ東京は本当にいろんなものがありますね。でそのまあ、まあ鹿児島といえば長渕剛さんですけど、長渕剛さんとかもまあその東京に憧れてまあ上京してみたいな、そのミュージシャンの人とかもね、あの上京して東京に来たりとか、まあそういう物語とかありますけど、まあ東京ってなんかまあいろいろそのあるわけですよ、いっぱいいろんなものが集約されてるわけなんですけど、あのじゃあ東京に来てこの夢を叶えてなんかこうなれる人となれない人っていうのがまあいるわけですよ。でこの違い何かっていうと、これはね、ラッキーかラッキーじゃないかです。ほんとね、ラッキーかラッキーじゃないかですよ、マジで。そのもちろん実力云々っていうのはもちろんあるんですけど、完全ラッキーかラッキーじゃないかってとこです。もうほんとね、まあ、お前何を言い出すんだって話なんですけど、いやほんとね、東京来てチャンスつかめる人ってラッキーな人なんですよ、本当に。だって一生懸命めちゃめちゃ下積みやっても、ね、あの全然日の目浴びないアーティストさんも絶対いますからね。だからじゃあそんな中、その例えばね、歌手の人だったら東京上京してきてメジャーデビューして成功した、もう本当ごくお恥ずかですよ、ラッキーなんですよ。実力は大した変わんなかったとしても、なんかその人 A さんはなんかどん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 出世っていうかね、デビューしてって、 B さんの方は実力あるけど全然日の目を浴びない、よくあるんですよ。これなんでラッキーかラッキーじゃないのかっていう、 この違いは何なのか、ラッキーをつかめる人とつかめない人、これはですね、まあいろいろな定説があるんですけど、あのねこれね、受け取りの法則なんですけど、要はあのラッキーって実はこういろいろ落ちてるんですよ、ラッキーなことって。みんなそのラッキーなことに気づいてないんですよ。例えばですよ、例えばあのまあ今これ渋滞してるんですけど、これ渋滞をもうラッキーなんですよ、僕の中ではね。まあさっき渋滞回避思考みたいな話しましたけど、実はこの渋滞もラッキーなんですよ、僕の中ではね、っていう捉え方もできます、ラッキーっていう捉え方も。で、生きてると、まあ、いろんなことがあって、いろんなこのことが起こるわけなんですけど、その中でそのチャンスをつかむ人っていうのは、そのチャンスを感じるというか、あ、これもしかしたらっていうことを感じれる人なんですよ、あ、これとかね。例えばその結構その人脈だったり、その成功するために人脈が必要だったりするわけで、じゃあこの人とのあれみたいなね、例えばさりげなくですよ、例えば友達が飯食いに行こうぜってなった時にね、いや俺今日バイト入ってるし忙しいしちょっと無理だわって断る A さんと、
じゃあ B さん、おー行く行くと、どこで行くのみたいな。で、で B さんは行ったわけですよね、その食事会に、その名刺に。そしたらそこでなんとそのプロデューサーも来ててみたいなね。でその B さんはそのプロデューサーさんと仲良くなって、なんかメジャーデビューみたいな、多分あると思います。はい、だからそのなんかね落ちてるんですよラッキーって。だけどそれを掴んでるか掴んでないかっていうとこなんですよね。うん、結構そのラッキー的なところって結構その感じてないんですけど、なんかそのラッキーっていうと、例えばなんかその競馬当たったラッキーとかパチンコ勝ったラッキーみたいな、それ分かりやすいんですけど、分かりにくいラッキーっていうのは実は落ちてるんですよ、めちゃめちゃ世の中には。どこで何かが起こるか分かんないんですけど、でもそういうのを常にこう受け取ってると、そのラッキーを受け取りやすくなるんですよね。あの僕のコンサル生の中にこんなコンサル生がいいんですけど、そのなんかそのなんか呼ばれたら、なんかその呼ばれたら絶対行くっていう、すぐ行きますみたいな、すぐ行きます。で僕はなんでそのすぐ行くかっていうと、そこに何か落ちてるかもしれないから、もしそこで断ったらその落ちてるチャンスを拾えないかもしれないから、なんか呼ばれたら僕はすぐ出席するようにしてますっていうのを言ってて、お素晴らしい考えだね君っつって。で彼は24か5なんですけど、もう1000万ぐらい、年収1000万ぐらいを稼げるスキルはもう、まあ、カメラ転売やってるんですけどね、カメラ転売と、あとそのカメラ転売のノウハウをこう教えたりとかしてます。で、まあ、会社も辞めてね、今独立して一人でフリーでやってますけど、まあ、本当に自分で好きなように今やってますね。うん、だその子も、まあ僕が昔そのあのプロデュースというか販売こう促進をやってたが、そのカメラ転売の塾っていうのがあるんですね。うん、でそのカメラ転売の塾に入ってくれたお客さんなんですよ。でそのお客さん で僕のセミナーにも参加してくれて、僕のコンサルにも入ってくれたんですけど、まあ、僕のコンサルに入った理由っていうのが、そのカメラで稼げるように、カメラ転売で稼げるようになったけど、これをコンサルしたいと。だけどコンサルしてもなかなか売れないんですよと。で売り方がよく分かりませんみたいな感じで、来て、でまあそのやり方を教えてあげたら、まあブレイクして、で今コンサル生もね50人かもうだいぶ増えたと思いますけどね。だって単価、まあこの1年圏内の話ですからね、それ1年以内、1年ぐらいの間ですね。うん、うん、でそれでまあね30万の単価のコンサル生がね40人とか50人とか分かんない、今もっと増えてるかもしれないですけど、いるんで、まあ、それだけでも1000万超えてますよね、売り上げ的に。でさらに自分で自身でカメラ転売もやってますから、まあ、それ合わせるとみたいな話ですけど、まあだから自分で稼いで、まあ、会社に頼らずね、こう生きていけるっていう人生を手にした若い男の子はいますけど、彼はそういうこと言ってましたね。ああさすがだなと思いましたけど、うん、だその食事会に行ったから儲かるかっていうわけではないんですけど、なんかあるかもしれないわけじゃないですか。だから実はそのチャンスっていうのは、その先のもっと先にあるかもしれないんですよ。例えばその食事会に参加しました、じゃあその時はなかったと、ただ名刺交換してなんか一人だけ友達になったと、でその友達になった人となんか仲良く、なんかその後も会うことになりました。まあここの段階では全然ですよ。で1年後その仲良くなって一緒にこう飯食うようになった中の人がふと、最近こんな話なんだけどお前一緒にやらないみたいななって、そこから大きいビジネスに発展してって、でバーンみたいな、わかります。だからいつ来るかわかんないんですよ。でもその発端と一番最初、じゃあその仲良くなった人の仲良くなった理由、発端っていうのはその食事会に行ったからじゃないですか。もしそこの食事会に行ってなければその出会いもなかったわけですからね。だからほとんどの人はそのなんか目の前のね、まあもちろんあの今話してるっていうのは、今話してることっていうのは目に見えないんですよ、未来なんつうのは誰もわかんないんですよ。だからその誰もわかんない未来のことって信じないし、
その現実味がないんですよね。だから例えばさっきのそのいや俺バイトだから忙しいから行けませんっていうのがもう現実社会じゃないですか。まあそれそうですよね、忙しいと行けないと、そんな、うん、ね、で断るわけですよ、うん、だけどもなんだそれを抜いてでも、あちょっとじゃあせっかくだから行ってみようかなと。だって正直ですよ、このバイトが忙しいとかって一日休んだぐらいでクビになんないでしょ。まあもちろんその責任あるね、その責任あるそのチーフリーダーとかになってたら別かもしれないですけど、じゃあ風邪で休むことってあるじゃないですか。まあ本当に真面目なクソ真面目な人はですね、皆勤賞してたかもしれないですけど、僕なんかはね仮病を使ってよく学校休んでましたから、別に仮病を使ってすいませんと今日熱出ていけませんつって言ってもいいわけじゃないですかね。で実際あるわけじゃないですか、実際ね。それがまあバレるバレない置いといて、すいませんちょっと熱出てちょっときついんです、インフルエンザかかってみたいな、今インフルエンザ行っちゃうとあれかもしれないですけど、まあ、体調悪いですみたいな言って休んでも、なんか体制に影響ないですよね。そこまで体制に影響あります。まあその日の時給はもらえないかもしれないけど、まあその後の人生になんか体制あります。その1日休んだだけで体制に影響ないですよね。その1日休んだだけで大した。でもそこのなんかそういうとこに行ったことによって、その後の人生が変わるかもしれないじゃないですか。こういうことなんですよね。だから目に見えるチャンスばっかり、そのチャンスが来ないって嘆いてる人はその気づいてないというかね、その目に見える分かりやすいそのものしか追ってないっていうのがまあ現実ですよね、うん、だからそれはチャンスつかめないんですよ、うん、例えばそのネットビジネスもそうなんですけど、例えば A さんっていう人は、まあ、確かにそのネットビジネスなんか儲かりそうだなって思ったとしても、やっぱりちょっとうさんくさいかな、やめていこうかなって思う人もいるわけじゃないですか。でもそのあでもちょっとやってみようかなって思う人もいるわけじゃないですか。まあ、そこでまた人生変わりますよね。まあ、その後またやるやらないが出てくるんですけど、うん、だからネットビジネスお金を稼ぐなんていうのは、まあ、本当にお金を稼ぎたい人からすると絶対調べてる情報なんですよ。そんなのはね知ってるんですよ。インターネットでお金稼げるなんていうのは稼げそうだなっていうかね、まあ、僕もいろいろセミナーやるんでいろんなお客さん来ますけど、本当に地方のおじいちゃんおばあちゃんは知らないですよなんかおおそんな世界があるんだねみたいな感じで全く知らない人もいますけどね。ヤホーってなんだみたいなね。いやそういう人の前でも僕セミナーしたことありますからわかるんですけど、カルケ近接地震です。この車ね渋滞にはすげえ弱いんですよ。すげえねエンジンに優しくないんですよね。もう渋滞ほどこの車に優しくないものはない。もうねどんどん温度上昇しちゃうんで、ただまあ今冬で寒いですからまあいいですけど、これね夏とかだったら最悪なんですよね。夏とかだったらすぐ100度超えるんで、この今夏場で炎天下でこの渋滞だったらもうやばいっすね。煙吹いてるかもしれないです。いやほんとねこの車ね渋滞に超弱いんですよね。すぐ温度上がるし、いやほんと渋滞やばいな。全然進まないですね東京って。東京って全然だな。これ首都高速ですからね、高速道路とは思えないですよね。高速道路ちゃうやんと、チャリンコの方が早いやんっていう。これ絶対チャリンコの方が早いですよね。まあそんな感じで、そのなんだろうな、うん、チャンスっていうのは落ちてるし、その目に見えないチャンスがいっぱいあるんですよ。
生きてると。ただそれをキャッチできてないんですよね。じゃあそれをキャッチするためにはどうすればいいかなんですけど、キャッチするためにはね、キャッチするためには、キャッチするためにはどうすればいいんでしょうね。まあ感性を磨くしかないですね。直感です。もう直感でしかないですね。これはちょっと言っといた方がいいなっていう、その直感ですよね、その直感があるかどうかですね。これはちょっと出ておいた方がいいなとか、なんかそういうなんかちょっと感じるもの、まあ全部顔出してたらしゃあないですからね。全部顔出してたらもう貧乏暇なしですよ。毎回なんかそういうとこ行ってでね、中にはくだらないものありますからね。全部がそういうチャンスにつながるのかっていうわけでもないし、ただ考え方によってはそういうくだらないことをやってるから仲良くなってビジネスにつながるっていうこともあるわけですから、一概には言えないですけどね。そういうくだらないことやって仲良くね、くだらない飲みとかくだらない話をして仲良くなってその後っていうあれもあるので一概には言えないんですけど、ただね、まあ共通ポイント、チャンスをつかんでる共通ポイントの人っていうのは、まあこれ一つ言うんだったらやっぱ人ですね。どういう人と出会ってんのかっていうのが、まああれですね。ここら辺もなんかいっぱいなんかありますね。オービスかなんかわかんないですけど、いやマジで進まねえなーこれ。もうね、だって10キロ圏内なんですよ。だからもうね、ほんとね10分ぐらいの話なんですけど、1時間ぐらい、10分が1時間かかる。東京の移動は10分が1時間かかるな、マジで。東京の移動は10分が1時間か。だからね、東京はね車ない方がいいですよ。あの本当に電車の方がいいです。電車、地下鉄安いし。だって首都高速ってこれ900円とか800円とか、まあ今なんか距離に応じてそのお金になったみたいですけど、地下鉄とかなんか170円80円の世界ですからね。でまあある程度時間通りに行くから、東京は絶対ね、僕はね移動は東京だったらもう車いらないですね。車持つは趣味ですね、完全で。あとまあ僕の場合は東京いた時は首都高を夜中走ってましたけど、ただ夜中の首都高とこのみんなが起きてる時間の首都高マジで全然ちゃいますからね。このみんなが活動してる時間帯の首都高ほんとクソですよ。レベル3取り締まりエリアです。全然高速じゃないですかこれ。しかもね、僕の車に すごくしかもうるさいし、こいつもうね、僕もストレス溜まってきたな。ションベンしてえし、ションベンしたいしな、全然動かねえし。もう車に悪いですからね、本当に。これかりました言われたな。遠ざかったんかい。
いや本当すまね。20分か。カーロケ近接地震です。カーロケ多いな。いや本当すまないですね、マジでムカついてきた。よいしょ。まあ僕も人間ですからね、こうやって動画撮ってこう話してますけど、内心ムカついてますからね。だからもう目の前なんですよ。僕風呂入りたいし、全然風呂入ってないんですよこの2日間。早く風呂入りたい。今秋葉の風呂入ってからちょっと行こうかなと思ってます。まあ多分今日の、まあ今日も僕ね、その新年会に参加するんですけど、まあ、19時からなんですよね。ただ、まあ、本当だったら5時ぐらいに秋葉ついてる予定だったんですけど、1時間以上、デジタル無線です。1時間以上オーバーですね。つかねえなこれ。スピード注意、スピード注意。うん、スピード出せないしね。ああ疲れた。もうさすがにね、1300、1400走ったんで、もう秋葉に駐車、秋葉の駐車場置いて風呂入って、なんだ、電車で移動します。いやマジでえぐいなこれ。これ全然進まねえマジで。テーマ何でしたっけ。東京志向か。そうそうそう、夢を叶えられる人、叶えられない、その人脈ですよね。どういう人と出会うのかっていうのがすげえ重要です。うん、機械が情報を流、まあ今後その AI ね、人工知能が進むと機械が情報をこうどんどん配信するようになると思いますけど、今現状としては情報網って人が持ってるわけじゃないですか。うん、じゃあその情報を持ってる人とどうつながるかですよね。その情報って何かっていうと、例えば不動産物件だったら、この不動産が儲かるぞみたいな情報を人が持ってるわけじゃないですか、経験則から。じゃあそのこれを買ったら儲かるぞみたいな情報を持ってる人とつながれば、そのね、なんだ、その美味しい思いをするわけじゃないですか。まあそれがね詐欺かどうかは置いといて、基本的に実際世の中にいろんな情報があって、本当の情報、物の情報も実際本当にいっぱいあるわけですよ。でその人が悪いと、それが詐欺師の人だったりとか、この前そうそう電話営業があって、大阪のなんか不動産売ってる会社なんですけど、なんかその DM でなんかその不動産買いませんかみたいなね、テレアポの営業電話があって、電話でね不動産売ってんすよ。すげえなと思って。でその営業マンが結構うまいんすよ。で話聞いてて、話聞いててこの人うまいなぁ思って、で僕はそのすいませんと、ちょっと一緒にお話ししませんかみたいなね、営業うまいんでみたいな、営業めちゃめちゃうまかったっすからね。あ、事故してんのか。事故だ、事故だ、事故ですね。事故だから混んでたんだ。事故でした、問題は事故だ。事故ですね。渋滞の原因は事故でございました。あー行っちゃってるね。
行っちゃってる。でも動く、こっちか、湾岸線。あー、渋滞回避、渋滞回避だ。ようやく普通に動ける。ようやくエンジンに優しくなります。ようやくエンジンに優しい。まさかの、いや、こっちも渋滞や。おいおい、待てよ自分。こっちも微妙な渋滞ですね。まあさっきよりが進んでるな。さっきよりか進んでおります。秋葉どうやって行こうかな。まあ、ナビ一応設定したんですけど、取り締まりエリア内です。秋葉どうやって設定、レインボーブリッジ行ってあっちから行っちゃおうかな。ちょっとね、レインボーブリッジ行きたいですね。で、辰巳寄ってから、辰巳寄って秋葉行ってみたいにしようかな。辰巳湖、ちょっとしょんべんもしたいんでね、ちょっと遠回りになりますけど、一回しょんべんをしたい。いやー、本当だったら10分で秋葉行けるんですけどね。1時間ですよ。マジで半端ねえなこの渋滞。東京のこの時間帯絶対車乗るもんじゃないですね。クソ車いるし。まあでもね、東京に来て思うことが、明るいですよ、めちゃくちゃ。29分、もうだ、もうあれか、動画はこれ1時間ぐらい受け取ってんな。渋滞すげえ。この今日何曜日、今日何曜日ですか、金曜日。
もう僕予備感覚ないんで分かんないですけど、あ、今日金曜日ですね。花金か。14キロ、西新宿まで75分らしいですよ。いやでもなんか変な感じですよね。ちょっと前まで鹿児島いたんだけど、アクセル踏んだら東京まで来ちゃいましたね、車で。懐かしい。いやちょっと首都高走りたいですね、深夜。東京騒がしいな、マジで騒がしい、騒がしすぎるだろう。めちゃめちゃ車多いし騒がしいし、やっぱ鹿児島がいいっすね。僕は鹿児島だな。このね、なんかまあ街中歩いても人混みじゃないですか、まあ、この首都高のこの渋滞とか食らうとめっちゃなんか萎えますよね、人に。走りたいな。まあ走ってますけどね。走ってますけど、まあ深夜ですよ。いや本当ね、なんだっけな、自分の車で走るのは
久しぶりなんで、まあもう道もねだいぶ覚えてますからね、この首都高はどこのカーブでどうって。首都高懐かしいな、ここのね首都高いいっすね。東京で仕事してた時もストレス溜まると毎回首都高走ってましたから。しかも明るいっすからね、鹿児島だったら夜中絶対動画撮れないですよ。鹿児島だったらだってもう街灯ないから無理、真っ暗だ。ここだってマジで自分、そうそう、自分のこれランプつけなくても走れますからね東京。自分のランプなしで走れますよこれ東京。鹿児島なんかは自分のランプないと無理ですね。めちゃめちゃ混んでんだけど、湾岸線バリ混んでますよ。なんだこれ、湾岸線バリ混んでるぞ、どういうことこれ。また事故なのかな。湾岸線バリ込んでますね。なんでこれ。湾岸線4車線なんですけどね。めちゃめちゃ混んでるぞ。どこ行っても渋滞ですね。もうちょあとね、まあ、普通に行けば2分で着くんですけど、これだとちょっとあともうしょんべん出そう、やばい。事故です。結構そのでかい事故かな。救急車もありました。結構でかい事故なのかもしれないです。事故2つ発見。では終わります。